ブロー・モンキーズは1981年にスコットランド出身のドクター・ロバートを中心としてイギリスで結成された4ピースバンド。ボーカルギター、サックス、フレットレスベース、ドラムスというユニークな編成である。このバンド名は大学時代のローバートがディジュリル奏者のアボリジニへ取材を行った際に知ったザ・ブロー・モンキーズという曲から取られた。 彼らのサウンドは80年代同時期に活動したスタイルカウンシルとよく比較されるようにソウル、R&B、フィリーサウンドなどを中心としているが初期はフォークやブルースから80年代後期のシーンを石見したハウスミュージック解散前の時期には各種ワールドミュージックまで貪欲に取り入れているまた整った容姿と歌唱力を持つロバートの魅力も 相まってバンドは80年代後半以降人気を獲得していった。世界的に認知されたのは1986年発表のセカンドアルバムアニマルマジックからのシングル Digin Your Scene である。オンリー・ア・グローサーズ・ドーターからの It Doesn't Have To Be This A は全米ではヒットにまで至らなかったものの UK チャートでは10位内にランクインし、 また、日本でもヒットして、1986年、1987年、1989年と3度の来日を果たしている。1989年には、通常のホール公演に加えて、ム世有明にて、オールスタンディングで、ハウスサウンドを全面に押し出したセットを披露した。1990年8月に、突然バンドは解散した。 もう歌いたくないトロバートは語っていたが、ソロに転校し、その後は初期に回帰するような、アコースティックサウンド中心の落ち着いたスタイルへ移行していった。2008年、オリジナルメンバー4人で再結成を果たした。以降コンスタントなライブ活動に加え、再結成から2019年現在までの間に5枚のスタジオアルバムを発表している。 2009年8月には来日公演を行った。ライブ・デイ、ラブ・トゥモ、ローゴ、パブリック・ザ・マン・フロム、ロシア、アトミック・ララバイ・ワイルド、フラワー・フォービデン・フルーツ、デギング・ユー・シンドン・トビー・イースケード・オブ・メウィケット・ウェイズ、イット・ダズン・トハブ・トビー・イズ・ウェイ・アウト・ウィズ・ハーザデイ、アフター・ユー・サム・カインド・オブ・ワンダフル・ディス、イズユー・ライフ・イット・ペイズ・トビロングウェイト・ディス・イズユー・ライフ。 チョイススレーブスノーモアスプリングタイムフォーザワールドラパッシオナライフユーラブサムバディーレッ o ザピープル、ダンストラベリンソウルザブレッドトレーンザキリングブリーズステッピンダウンハンギンオンツーザハートシェイクイットオフホワットインザワールド Q にはダブルトラックの12インチシングルが存在するありがとうございます